はい、こんにちは、ジャマです。今回はブルーロックプロジェクトワールドチャンピオン動画撮ろうと思います。ということで、やっていこうと思いますが、今回はね、こちらですね。ゲリラ無料ガチャが、来ておりますので、引いていこうかなと思います。まあ、リンちゃんのやつね、リベンジしていきましょう。さて、ということで、まあ、引いていこうと思いますが、まあ、とりあえずね、先に無料の単発から行きましょう。さあ、まあまあまあ、こっちはね、出なくても。まあ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 、いいでしょう。はい、まあ、これで、ウォーミングアップ終了と。さて、じゃあ、本命の、リンちゃんガチャですね。引いていきましょう。そうか。まあ一応、あれだね。ピックアップの一部を2個に変えてるのは75で止まってるからでしたね。OK。じゃあこれで引いていきましょう。いけ!さあどうよ。まあまあまあ、潔からスタートですが、どうだ?乱入なし。弾の色も変わらない。おー、でも右に飛んだ。これならなんかあるんじゃないの?あ、読み込み入ってる。読み込み?誰だ?金玉2つで1個目即外す。さあ、これどうよ。来い!俺にとっちゃ神代なんだ。おーし!オッケー!あ、オッケー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 。よーっしゃー!愛しさえを潰すことだ。おーし!俺のサッカーの全てだ。戦場の支配者、愛しりん、来ましたね。なるほど。なんか手が、まあ、マリオネットというか、糸でね、操ってる感じになってますね。ほい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 。オッケーオッケー。いいんじゃないですか?今なんか指が多いような気がして数えてしまった。1、2、3、4、5本。あ、合ってますね。よーしよ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 し。オッケーオッケー。無料分で回収できれば完璧。あ、赤スパちゃん来る?赤スパちゃんちょっと追撃したくなるなぁ。貯めておきたい気持ちもあるんだが、ちょっとリンちゃん重ねたいよね、これ。一応8900まで来てるので。そうなんだよなぁ。かける2とかが赤スパちゃんで来れば、一気に60までいけちゃうからね。65を目指したいと思うのであれば。うわぁ。痛くなっちゃうな、こういうの。いや、でもね、11月我慢して、12月まで貯めといた方がいい気もするんだよな。どうすっかな、これ。ちょっと待って。一旦レベル上げましょうか。りんちゃんね。まあ、多分ね、本体育成であれば、無凸でも、あれちょっと待って。おお !2 枚抜きてる!あ、ちょっと待って !2 枚抜きした今マジか。ぬるい玉蹴りごっこ。ここで終わりだ。ぬるい玉蹴りごっこが終わった。これもう1回2枚抜きすれば、65いくじゃん。これくらいできねえとな。これくらいできねえとな。あ、ちょっとこれ追撃するか。もう一発、行きましょう。いや、頼む。来い!うわ、予定外の出費だが、ここでリンちゃんが2枚抜きくれば完璧。さあ、1回目2枚抜きだとは思わなかったな。2枚抜きが連続でくれば、さあ、ちょっとこれダメ!だ!金玉は多いが、金玉は多いが、これはなんかダメなやつっぽいよな。ただの金玉多いだけのやつ。ああ赤スパちゃんに騙されてる。ちょ、これもう一回行くわ。ここまで引いちゃったら。さあ、頼む。今度こそ来い。おし、国神。なんか星さんぐらいあるだろう。さすがに赤スパちゃんだし、国神だし。さあ、金玉になる。国神、金玉、右に飛ぶ。オッケー、ぶち抜く。さあ、これ何枚ある何枚ある。もう5枚ぐらい来てもいいよ。5枚抜き。さあ、一発目外す。
ただ金玉多い。オッケー、よし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 。このブルーロック、追撃した甲斐があった。潰すことが、オッケー、俺のサッカーのすべてだ、俺のサッカーのすべてだ。お、2枚抜きだ、やった、来てる。あ、これ65いったんじゃない。おー、あ、やった、追撃した甲斐あったわ。これはさすがに連続2枚抜きなんか今、いとしさえの発、いとしりんじゃなくて、いとしさえの方の発音で2枚抜きって言った気がする。まあいいけど。ね、65になりましたね。オッケー。ここで終わりだ。あ、やったぜ。これくらいできねえと。これくらいできないとね。お、よし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 。素晴らしい。オッケー。65になったことで、コレクションスキル、いろいろね、アンロックされましたね。おー、しおしおしおし。しかも、あれか、プラチナのカードは解放されたわけだ。まあ、リンちゃんの方はダメだけど。なるほどなー。こうなると、育成の方もあれだよな。フレンド指導でリンちゃんこっちを使って、まあ、もちろんね、やっぱ、リンのカードがある方が強いけど、そういう選択肢も出てくるよね。で、イベントの集中トレーニングに関しては育て直しですね。これは70リンちゃん9、70の9リンちゃんより、65の新リンちゃんの方がいいからね。あ、オッケー。これはなんかかなりやった気がする。まあね、12月まで貯めときたいって言ってたジェムを吐き出してるから、そこはちょっと、うーんって感じではあるんだけど、まあでもね、ちょっと新キャラ65まで上げられたら文句はないかなというとこですかね。まあ2枚抜きが、2回も連続で出てくれたということだから、それは不満ないっすわ。そうだね。まあさすがに80、100を目指すかと言われるとちょっときついから、まあこの辺が、ちょうどいいところかなという感じですね。まあ多分ね、本体育成で言えばすぐこっちのリンちゃん抜けると思うんで、まあやっていきましょう。集中トレーニングっていつまでだっけ？途中結果発表になってるけど、レア称号が、47,259 か、キックテクニックで。ちょっと今だと足りてないんだよな。これ何日までだ？13日か、イベント開催期間。13日、OK。だったら今からあのリンちゃん育てれば、なんとかなりそうですかね。仮に、あのリンちゃん育てるとしたら、まあやっぱブルーロックマンシュート練習中心になるだろうから、俺とトレーニングだと、これでいいのかな。まあ逆さなぎ65にしたいんだよな、それをやるなら。ここに、指導を加えたとして、コネクト効果的には初期キックアップ、スピード練習率、発生率も 1% アップ。まあ、賢さアップか。まあ、65でね、スピード練習発生率アップするから、まあ、そこを、やっぱちょっと、なぎ65にしたいよな、と思っちゃうね。そうだね。まあ、あと一応ね、ハロウィンの配布のやつで入れてるのは、スピード練習率アップ 15% は、なんだかんだでかいだろうという、話ですが、まあ、他をね、入れるにしても何入れるか結構悩ましいから、はい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 。まあまあまあ、地味に SP 練習率、練習発生率アップは、結構ありますね。まあ、これでいくのかな。他だったら何入れるかっていうと、ちょっと、そうだね。今日65まで行ってるガチャさんの、サポカがね、マジ持ってないんだよね。まあ一応あれか、
覚醒の一歩とピッチの王様が65にはなってるんだけど、この2つだったらまあ3スピード150の、初期ね、キック350と、まあ、潔との組み合わせで600アップするから950上がるし、まあハロウィンのやつでいい気がするんだよな。未来へ行けるのも似たようなもんなんだけど、まあ今回の場合キックテクニックだからこっちじゃなくて、ハロウィンの方でいいかなとは思うから、まあやっぱりやるならこれかな。ちょ、凪のピース何個あるんだっけ。交換とかで65に持っていけたりしないかな、魚凪。あ、全然ピースないや。なるほど。そっかそっか。そうなんだよな。俺の手持ちで、凪じゃない、すると。でね、バローもね、新バロー70と旧バロー100とどっちがいいかって結構悩ましいんだよね。結構悩ましい。結構悩ましいんだけど、でもこっちあれなんだよな。イメトレ、そう、練習カードがちょっと弱い感じがするんだよね。あとあれか、コンディション削減がちょっと今の環境だと死んでるから、まあそういう意味でやっぱりこっちかなという気はするんだよね。固有を解放できてないから、まあ微妙なとこだけどね。そうだよね。あとはキックとかだと、そうね、アダムブレイク持ってねえかんなそもそも65だと、まあやっぱりそうね、キューレオもね、75で固有が発揮されてないから、まあやっぱりしょうがないかな、この人選で。って感じですかね。そうね。はい、ということで、まあ、今回はね、ゲリラ無料から、20連ほどね、追撃も、してみましたが、まあ、結果的にね、あの新しいリンちゃんレベル65まで上げられたんで、まあ良かったかなという感じですね。はい、ということで、まあ今回はね、これで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょー。